日本三海名物杖、長谷川光信画館七しとは、江戸時代に中国山陰地方で大規模に行われた砂鉄の採集方法である。その手法は、岩石や土に混じった砂鉄を川や水路の流れの破砕力を利用して土砂と分離させ、非重差によって砂鉄のみを取り出す。取り出された砂鉄は主にたたら製鉄の製鉄原料に用いられた。 縄文時代末期頃に日本列島に大陸から鉄器がもたらされ、弥生時代の初めには鉄素材を輸入に頼りながらも日本国内で鉄器に加工をするようになった。やがて弥生時代の後期ともなると日本国内で製鉄するようになり古墳時代後期には本格的に国内で製鉄するようになった。一方、製鉄の原料にも変化があり、 国内製鉄開始初期は、主な原料は、鉄鉱石であったが、徐々に砂鉄を加えるようになり、やがて砂鉄が、主原料となった。これは後に、中国産地で盛んに行われるたたら製鉄の起こりで、ある。たたら製鉄による製鉄が始まると同時に、砂鉄の需要も高まっていく。最終方法は、江戸法歴年間以前までは砂鉄を含む、 河口岩が風化し、その岩石中から直接採取する、山砂鉄と土砂と一緒に河川に流れ込み、自然に土砂と砂鉄が分離し川床などに堆積した、千砂鉄、さらに海に押し流されて、波によって、さらに砂鉄と土砂とが分離され、海浜に打ち上げられて堆積する、浜砂鉄の三種の砂鉄を地道に採集していたが、江戸法歴年間以降より、 大規模な大だたらによる製鉄で、砂鉄需要が追いつかなくなり、より効率的な砂鉄採集方法である、カンナ流しが行われるようになった。もともと、日本最大の鉄生産地帯で、タタら製鉄が盛んだった中国山陰地方では、同時に、砂鉄の採集も盛んであり、今でも、日川流域には、多くの、カンナ流しの遺跡が残っている。この、カンナ流しは、 昭和中期まで続けられた。カンナ流しは山中に含まれる山砂鉄を効率よく採集する方法として法歴年間から行われた。カンナ流しは大きく分けて採集と荒い鉄という二つのプロセスを経ることで砂鉄の純度を上げた後に収集する。まず適当な地質の山を選び、 その付近に水路を引く。そして花崗岩などの風化した砂鉄を多く含む岩石を切り崩し、引いておいた水路に切り崩した岩石を流し込む。砂鉄を多く含む岩石は水路を流れるうちに、破砕され、土砂と砂鉄に分離し洗い場に流される。洗い場では、一時、砂だまりに破砕された岩石を堆積し、順次、大池、中池、 お土、洗い土井と下流に流していく。その際、各池では水を加えてかき混ぜ軽い土砂を、比重の差で砂鉄と分ける。この方法を比重線工法という。このような比重線工法を用いながら、下流へ破砕物を流し、砂鉄と土砂を分離し、砂鉄純度を高めながら、下流に流していくことで、最終的には80%以上の砂鉄純度になる。 これが、カンナ流しのプロセスである。カンナ流しによる、砂鉄採取方法は、悪影響と良い影響との二つをもたらす。まず、悪影響はカンナ流しによって、河川下流域に、大量の土砂が流出してしまうことである。これによって、下流域の農業管外用水に悪影響を、与えてしまう。そのため、一時期は、禁止になっていたものの、 鉄山で働く労働者の強い要請や犯罪性を安定させるためにも復活される。その悪影響の解決方法は、カンナ流しを行う期間は、農寒期である秋から春までと定めることであった。この解決策は、農寒期における農民の臨時的な仕事となり、良い収入源となった。良き影響は、カンナ流しの水路、池跡地や、 河川下流域は流出する大量の土砂によって、堆積し平地となることである。その平地は、田畑として放置され、たたら集団の食料を補った。現在、中国産地で棚田として残っている多くのものは、この影響によって放置されたものである。砂鉄が埋蔵されていそうな場所やカンナ流しの経路を、掘り崩すとき、墓地や祠、ほ神木などがある土地は避けられた。 こうして残った丘は地元では、神奈山丘と呼ばれ、上記の棚田や段々畑と共に、独特の景観を成している。ありがとうございます。